こんばんは。髪の毛ボサ。今日はね、魚のように行ってきたんですよ。でもね、シャンプーとかもねしてきたからね、髪の毛ボサボサなんですよ。シャンプーとかしてきて髪の毛ボサボサになって、今急いで適当にアイロンしてきた。ちょっと。急いでね。こんばんは。めちゃめちゃ気持ちよかった。風呂めちゃめちゃ気持ちよかった。でもね、あのね、メイクだけ落とさない、メイクだけ落とさないようにしてきたんです。メイクだけ落とさないようにしてきました。こんばんは。ご飯も食べてきて、ご飯はね食べてきてない。ご飯は食べてきてないです。コンビニ行った。桜の湯終わりにコンビニに行って、今家で食べました。何食べたと思いますか？何食べたでしょう？コンビニ行ってきた。普通に桜の湯で食べずにコンビニ行ってきました。テスト期間中なんだけど、超久しぶりに見に来い。ああ、ありがとうございます。お疲れ様です。頑張ってください、テスト。桜の湯の写真良かった。あ、本当？ありがとうございます。嬉しい。暑いからさっぱりしてよく、うん、めちゃめちゃ良かった。すごいね。外もめっちゃ気持ちよくて、本当に。あ、露天風呂？足湯の写真あざとかった。え、本当に？あざとかったですか？恥ずかしい。桜の湯行ったの。そう、桜の湯に行ってきました。今日はね、あの前回みたいに一日中いたわけじゃなくて、あの夜だけ行ってきた。さっき夜行ってきた、たった今。左利きになったのかとね。多分ね、あのね、弁解させてください。多分のえさんが私のこと左利きって言ったりのには多分理由があって、あのね、あ、そうだ、ひな、今みんなに質問してたのにさ、回答するの忘れてた、ごめん。ちょっとバカだ、ひな、今みんなにさ、何食べたと思いますかって質問してたくせにさ、答え言わずにさ、放っておいちゃった、ごめんごめん。そう、何を食べたかと言いますと、待って、みんなの予想。ペペロンチーノ、冷やし中華、冷麺、冷やしラーメン、そうめん、ハンバーグ弁当、アイス、唐揚げくん、ラーメン、つけ麺、冷麺、うな重、うな牛、うな重、え、うな重、うな重、ビビンバ冷麺。正解は正解は
みんなでもね結構当たってる方もいる。正解は冷やしラーメンでした。ラーメンにした冷やしラーメン、冷やし生姜醤油ラーメンみたいなやつがあって、絶対美味しいじゃんと思って買いました。やっぱみんなね、私が何食べたと思うって聞いたらラーメンとか唐揚げとかね、ハンバーグとか、冷麺も確かにいいね。あ、そう、それで、なんだ、ちょ、私のこと左利きって勘違いした理由が多分ありまして、この間ご飯を食べてた時に、あのナナミって左利きなんですよ。ナナミって左利きで私右利きなんですけど、こう私のね、私の右手とナナミと、うるさいな私、ちょっと私とねえ、もし私とナナミが隣、隣に座エルモ、静かに、怒るよ本当に、おい逃げた。それでね、私とナナミが多分隣に座ってご飯食べてたのよ。私とナナミが隣に座ってご飯食べてて、やっぱ右手の人と左手の人ってぶつかるじゃないですか。それでぶつかるねって多分話してたのを、あ、私が左利きなんだって多分勘違いしちゃったんじゃないかなって思いました。それ多分ね、それだと思うんだよ。ちょうどこの間、ナナミとヒナが隣に座ってご飯食べてたので、右手の、右利きの私と左利きのナナミでこう、あ、ぶつかるねって、あ、全然、でも全然こっちくっついてみたいな話をしてたのよ、ノエさんの前で。だから多分、あ、それでそれを見てたノエさんが、あ、私左利きなんだって思ったんじゃないかなって、多分。そう、でも私が左利きなんではなくて、ノエさんが左利きなんです。あ、間違えた、ナナミが左利きなんですよ。そう、そういうこと。それでナナミがね、なんか気使ってなんかヒナから、離れようとしてて、あ、全然いいよって言ってたのを多分ノエさんが聞いてたんじゃないかなっていう。メダルありがとうございます。そう、ナナミが左利きなんですよ。そうねえね、うるさっ、ね、うるねえ、ほんとペラペラしないで君。そう、多分ナナミが左利きだと思って、私がナナミが右利きだと思って、私が左利きだと思ったんじゃないかな、ノエさんがその時に。そう、あと、ありがとうございます。ヤヒが上げてたノエピー、ノエピーとのストーリーも可愛かった。あ、ありがとうございます。そう、あれね、あれ面白いでしょあれめっちゃ面白いの。でもノエさん、あれなんて言ってるか私ほんと聞き取れなくて、あれノエさんがなんて言ってるか聞き取れた方いたら教えてください本当になんて言ったか、なんて言ってんのか全然わかんなくてそう、
んて言ってたか全然わかんない。私写真撮ってると思って、写真撮ってると思って、そう思ってたんだけど動画だったらしくて、それでわーってびっくりした後にノエさんがなんか言ってんの、なんか怖いって言った後になんか言ってんだけど、なんて言ってるか聞き取れなくてそうワンピズレル、そうなんですよね。ちょっとこの服ね、まあワンピーズではないんですけど、ちょっとこれ胸元が怪しくてちょっとキュッキュッてやりながらこんばんは、うんうんうん、箸と字を書くのだけは左、すごい。なんかさ左利きの方ってさ、左利きの方ってさすごいよね、器用だよね。なんか習字の時は右で書くじゃん、習字の時は右で書いてさ、普通の時はさ、普通の時は左で書いて、ご飯の時も左、左利きの方ってさ結構どっちでもできるよね。右利きも使えるタイプが多いですよね。右利きも使える方多いですよね。すごくすごく、あのなんじゃっけ、な口がなんか今日おかしいな、なんだっけ、すごく器用、器用ですよね。なんとなくなんだけど左利きの方って AB 型なイメージがある。なんでかわかんない、なんか左利きの方って頭がいいイメージがあるんですよ。で頭いいイコール私は AB 型、 AB 型っていうイメージがあるんですね。だから左利きの方イコール AB 型なイメージがある、私すごく左利きって頭がいいイメージ、左利きに憧れる時期ってない？ある、めっちゃある、めっちゃあった、めっちゃ変な左利き憧れてた昔、今でも結構憧れて、今でも少し憧れてる。かっこよくない？かっこよくない？かっこよくない？ご視聴ありがとうございます。こんばんは鹿の AB 型なの？ま？鹿の AB 型なの？そうだったんだ。すごい。左利きは天才肌のイメージある。わかる、超わかる。左利きの方ってもうめちゃなんか何でもできる、頭もいいし何でもできるなんか本当に天才、何でもできるイメージめちゃめちゃある。なんか勉強しなくても勉強できるみたいな勉強しなくても勉強できるタイプの人が左利きに多くないですか。ハートありがとうございます。でも左利きめっちゃ憧れる。なんかなんかちょっとやっぱさ確率的にはさ右が多いわけじゃないですか、この世界には。だからやっぱりなんかちょっと憧れるよね。なんだろう、なんか憧れる、なんかちょっと珍しいじゃないですか、やっぱり普通、普通じゃないわけじゃないけどやっぱ珍しいじゃん。そうするとなんか憧れる。
こちゃんのファンは何型が多いのか。確かに気になる。え、みんな何型ですか。え、なんかさ、でもさ、ひな何型はどういう性格とか全然わからないからさ、聞いてもあーぽいとか言えないんだよね。とりあえず AB 型が頭がいいっていうことだけは一生思ってる一生思ってる。 AB 型が頭いいっていうことだけは一生思い込んでる。アンケート、え、なんだっけ、何型があるんだっけ。それすらもわかんないんだけど。 1A型、 2B型、 3、え、O 型、4AB型。ここにあるないよね、4つだけだよね、型って。え、 AB 型とかって4つしかないよね。 1A型、 2B型、 3O型、 4AB型。 え、4個で合ってるよね。はい、みんな何型ですか。みんなでもやっぱ A 型が多いよね、人間って。人間、来た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 、白い怪獣が来た。何してんだって本当に。 1A型 2B型 3O型 4AB型。 でも人間は A 型が多いんじゃないって、なんかそんなこと言ってなかったっけ。 A 型が一番多いみたいな聞いたことある。1A型 2B型 3O型 4AB型。 ゴリラは B 型しかいないらしい。え、それ本当なのそれ本当、めっちゃおもろいんだけどそうなの、めっちゃ可愛いね、ゴリラ。可愛い、ゴリラ飼いたい、ゴリラ。おー、 AB型 AB型。 いくよ、いきます、よーい、3、2、1。おー、え、おー、すごい、3位と4位同率。でもやっぱり1が多いんだね。 A 型がやっぱりでも一番多いんだね。 A 型が一番多くて、 B型が2番目で、 3B ん？なんだっけ、 O型が3位で、4位が AB型、 1位が A 型で、2位が B 型で、3位が O 型で、4位が AB 型。そのままじゃん、その並び、そのまま並びですね。でもやっぱり A が多いのはもう当たり前なんだねA が多いのはもう当たり前なんですね。AB 意外と多い。確かに AB 型今結構いたかも。 AB型と O 型が同率でしたねすごーいうん、私のおじゃんファンの方は AB 型が一番多い、ま、あ、間違えた、 A 型が一番多い。でもまあそれはでもなんか分かりきった予想だよね。でも次に B 型なんだね。O 型が少ないのちょっとびっくり。 O 型が2位かなって思った。 O 型の方が多い印象ある。なんかあんまり B 型の方に会ったことないかもしれない。多分研究生も B 型サーヤだけだった気がする。なんかね、研究生講演の時になんか A 型とか B 型に合わせに分かれて黒板書こうみたいな時があって、確か B 型がサーヤしかいなくて、B 型サイヤしかいないんだみたいな。 A 型とかめっちゃ多いのに一人しかいなくて、確かなんかだから B 型少ないんかと思ってたら、でも結構いましたね。
結構いましたね。確かそう、研究生の時、研究生で黒板書くみたいなやつの時にサーヤだけが B 型でっていうのめっちゃ覚えてる。ね、そうなんだね。大型少なかったね。大型少なかった。こんばんは。大型少なかった。うんうんうん。へえ。AB って少ないからこそ同じ血液型の人を見つけたら、え、同じって親近感湧いちゃう。へえ、そうなんだ。ひなさん A 型だからさ、なんかほぼみんな A 型だからさ。でも確かに自分少ない血液型で出会ったらおーってなるかも。確かに A 型はさ本当にめちゃめちゃいるからさA 型めちゃめちゃいるから、なんかA 型だよって言われても、あー同じーっていうぐらいあー同じーっていうぐらいです。あんまりおーとはなんないかも。 A 型の場合は A 型ほんと多いよね。 A 型ほんと多いよねお姉さんはピーちゃんと同じ。そうだよ、家族みんな A 型です。でもね、おばあちゃんだけ AB 型。いとことかも全員 A 型なんだけど、いとこもいとこの両親とか、うちも諸橋家もおじいちゃんも A 型なんだけど、おばあちゃんだけ AB 型だから天才だと思ってるおばあちゃんのこといや、ほんと AB 型への偏見やばいから。もう AB 型はマジで、あ、なんかもう天才っていうイメージがすごいんです。とにかく AB 型は頭が良くて何でもできるオールラウンダーでごめんね AB 型の方、なんかすごい偏見めちゃめちゃ偏見何でもできて頭も良くて運動もできて何でもできるオールラウンダーのイメージがあるんです。なぜか私はすごく AB 型の方って天才だと思ってる。ねえねえ、うるさいよ君、ちょっとちょっと気に臭いんじゃない？そう。うちの家族 A B A B O 全部いる。え、すごい。え、家族でさそんないることある？家族ってさ、やっぱりさ親のさ血でさ、親が A だったから A になるみたいな、親が A と B だったから AB になるみたいなのあるけどさ、そんなことある？すごいね、めちゃめちゃすごいね。左利きも天才イメージある。超わかる。私AB 型と左利きはもう天才っていうイメージしかない。本当にごめんね、なんか AB 型の方と左利きの方すごい偏見、ごめんなさい。でもすごい、私すっごいそういう印象があるんですよ。 AB 型の人と左利きの方は、うん、本当天才なイメージがすごいある。昔から学校でも AB 型の人は頭良かった気がするね。ひなもそんな気しかしない。ひなもそんな記憶しかない。親が AO と BO なら全パターンある。え、何どういうこと？ AO って何？難しいね、なんか本当にいろいろあるんだね。難しくて全然わからない。
AO っていうのはその混ざってってこと、混ざっててみたいな。難しい、すごいね。みんな AB 型の左利きの人の最強感半端ない。いやほんとそう、私がもうすごい偏見を持ちすぎてね。います？ AB 型で左利きの方すごい手あげづらいですよね。私がこんな偏見言った後にめちゃめちゃ手あげづらいんですよね。います？でも AB 型で左利きの方、私がこんな偏見言った後でさ私ですってなんか手挙げられる方います、いますか？ AB 型で左利き、この中にいましたらちょっと少し手を挙げてくださったら嬉しいんですが、うんうん、もう難しい。なんかひなもう数学の問題されてるみたい、数学の問題されてるみたいに A とか O とかなんかさ、いろいろ文字が並んでて難しい難しい難しいえ、数学の問題ですかこれ。皆さん正式には A-AB と O なら子供は A か B かしか生まれない、親が AB と O でもありえるね。 A 型にも2種類ある、 A も AO も A 型になる、 A 型をさらに子分化するとね、例えば父親が A で母親が O。 え、怖い怖い、ひな今すごい数学の勉強させられてる、怖い怖い、すごい頭痛くなった。何何何みんな難しい、もうやめてせめてひらがなで送って。もうこんなに A とか B が並んでるとそろそろ私の頭が張りつつせめてひらがなで A って送ってくださいもう痛い、頭が頭が痛かった数字も禁止ね数字も禁止ね仕事から帰宅しました。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。ねえ待って、めっちゃおもろいんだけど、知り合いの AB 型で左利きの女の人めっちゃ不倫してどういうこと、待って、面白い。いや笑えないよ、でもちょっと笑っちゃう。え、笑っちゃダメだよ、笑っちゃダメなんだけどさ、やっぱほら天才なんだやっぱね、天才なんだやっぱ天才なんだよ、ほらひなが言った通りさ、きっと天才なんだよ、やっぱり。だから言ったじゃん、だから言ったじゃん、左利きで AB 型の人は天才なんだよやだー、ちょっとやっぱほら天才だから言ったじゃん、だから言ったじゃん、天才だって。もうこういうことだよ怖い、こういうことだよ、だからこういうことだよ本当に。いやいやいや笑えないよね本当に、でも笑えないよ本当に。大丈夫なんですか、ちょっとすごく怖い、今すごい怖い世界を見た気がして鳥肌立ちました、怖い、やだ怖い。うんうん、天才と不倫は一切関係あります。いやそうです、すいません、私違うんです、ちょっとそういうことじゃなくて、え、でも本当にそういうことではなくてですね、 AB 型と左利きはすごい天才だなって私はすごい思ってます。うん、
うんうんうん、怖い、ちょっと怖い怖い怖い、結構怖い、びっくりしちゃった、鳥肌立った、怖いね、待って、結構鳥肌立ったわ、え、やだ怖い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 ね怖いね、なんかちょっとさっきさ、え、改めて考えたらちょっと結構怖いわ、鳥肌がやばい鳥肌やばいんだけど、やばいですね、すごい怖い話聞いちゃったなかったことにし、うん、なかったことにしよう、なんか鳥肌止まらない、なかったことにしてくださいと変人は紙一重、天才とおバカは紙一重、なんかめっちゃ同じこと言ってるめっちゃ同じこと言ってる、紙、天才とバカは紙一重ってことは私天才、どういうこと、紙一重ってどういう意味だっけ、紙一重って紙一重ってどういう意味ですか、え、天才とおバカは紙一重でしょ、私天才なんじゃない、そんなこと言ったら、え、どういうこと、紙一重って、紙一重ってどういうことですか、一緒ってことでしょ、じゃあ私天才じゃん差がないってこと、え、どういうことどういうこと、うんうん、はって、はって言われちゃった、それな、はだよね、どういうこと、えっと、うん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 、ヒコは超天才っす、ありがとうございますありがとうございますみんながたくさん、ちょ、鼻かゆい、なんか扇風機してるとさ、髪の毛が顔にさ飛んでくる、かゆい、かゆいかゆいかゆい、ん、かゆい、これだ、こいつが飛んできてるの、私の顔に。それは基本的にバカって認めているってことでは。いや、違いますよ。そういうことじゃない。そういうことじゃないよ。あのね、私は天才っていうお話。違う。バカと天才は紙一重なんでしょ？私はどっちのことを自分って言ったかというと、この天才の方を自分だと思っただけで、こっちのことを自分だと思ったわけじゃないですよ、こっち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 、こっちのことを自分だと思っただけですこっちね、こっちこっち、うんうん、ダンスとか本当に天才、ありがとうございます、嬉しい、天才アピ、ね、私の天才話してこう、じゃあひなの天才話ないかな、なんかないですか、みんな私の天才話ないな私が天才だと思う瞬間なんてないな、本当に。いや、でもこの間7
七の段言えたのは天才だなって思いました。こないだ七の段言えたんですよ。こないだ七の段がね言えたんです。マジ天才じゃない？だってみんな言えないでしょ言えるか。数学で80、あ、確かにそれは天才。そう、聞いた日の中学校の時数学86点取ったの。天才でしょ天才でしょ。かかとを鳴らせの振り付け、あ、天才、ありがとう傘をなくす天才、うん、でしょでしょ。ひなさんのデザインは天才。あ、嬉しい、ありがとうございます。アルビ BB のトートバッグのデザイン天才。ああ、ありがとうございます。確かにヤヒの絵はアーティスティック。劇場で見とれた。ありがとう、嬉しい嬉しい。可愛さと努力さは天才。ああ、ありがとうございます。デザインが素敵、ありがとうございます。ああ、ひな天才なのかもしれない。私天才なのかもしれない。ゴジが天才駅で転ぶ天才天然あざとい天才。いやいやいや、それはちょっとわからない、理解しかねる顔を壁にぶつける点、あ、ありがとうございますショールーム毎日続けてるの天才。あ、ありがとうございます。豚汁作る天才。ああ、ありがとう。え、豚汁食べたいね。豚汁食べたくなってきた。豚汁食べたくなってきたな。豚汁食べたいな。天然あざといは分かりみが深い。え、嘘嘘でしょ。分からない分からない、全然分からない分からない分からない。セクシーさは天才。え、待って、私セクシーから一番かけ離れてるような人間じゃないですか。どういうことどういうこと。ユナコマウントの天才。あ、それは変な天才だと思った昨日。みんな昨日、あ、今日だっけ、ユナコマウント取ったの。あれあれ、いつユナコマウント取った。昨日か今日ユナコマウント取ったんですよ。他のメンバーでもマウント取れるよ。マウント取ってほしかったら言ってこの子でマウント取ってくださいって言ったら、私誰でもマウント取りますから、マウント取ってほしかったら言ってください。ネガティブの天才。あ、それはちょっととっても私も思うわ。私本当にネガティブの天才だと思う。もうここまでネガティブな天才絶対いない昨日か、リクエストしたら教えてあげるから言ってくださいね。このメンバーのマウント聞きたいとかね、ぜひぜひリクエストしてくれたらやりますのでのえさん、みんなさ、のえさんち行ったことあるちょっと今からすごいイライラするような顔で話すんですけど、嫌いにならないでくださいね。今からやります。すごいマウント取るけど嫌いにならないでください。よいスタート。みんなさ、山田
のえさんのお宅に行ったことありますか？ないでしょ。ひなあるんだよね。しかも何回か泊まらせてもらったし、泊まらせていただいたんですけど、もうねやばいよ。まあ言わないけどね、まあ言わないけど、まあどんなだったかは、まあ、ちょっと秘密だから言わないけど、ほんとにねやばいよ。うわー痛い、うわー痛いなー、あれやらこれやら本当に言いたいんだけど、でもやっぱりその私たちだけの秘密ってことで、ね、まあ本当は言いたいんだけど、まあ、ちょっと秘密かなっていう。まあね、まあみんな行ったことないだろうし、まあ行ったことないでしょ。そう。まあね、でも私はね、あとはね、あとはまあそうだね、のえさん、のえさんとは、のえさんのね、あーでもどうしよっかな、本当は言いたいんだけど、でも本当にやっぱり二人だけの秘密にしたいなってとこあるから、ちょっと言わないでおくね、秘密。どうですか、ムカついた人？はいはい、ひな、マウント取りの天才かもしれない。待って、これは天才かも。待って、これ特技にしようかな、特技にしようかな、特技にしようかな、特技にしようかな。マウント取る天才かも、マウント取る天才かも。ぜひ皆さん、あのおしゃべり会とかでこのメンバーのマウント取ってって言われたら、あ、みゆみゆ、あ、みゆみゆ取ってもマウントありますよ。もしみんなさ、みゆみゆにさ壁ドンしたことある？ないよね、ないよね。ひな、あるんですよ。超ムカつくって書かれて大丈夫？あの今演技だからちょっと一回イラつくかもしれないけど、みんな壁ドンしたことある？みゆみゆに。ないでしょ。まあないよね。でもひなね、みゆみゆに壁ドンしたことあるんですよ。こうやってダンってやって、みゆみゆってやったんだよね。そしたらみゆみゆって可愛い顔してて、あ、でもこの続きはちょっと可愛すぎて言わないでおこうかな、ちょっと。ちょっと待って、本当に気持ち悪いね、めちゃめちゃイライラするね。でも壁ドンしたのは本当の話です。みゆみゆに壁ドンしたことあるのは本当の話です。待って、これ特技にしようかな、メンバーマウント。メンバーマウント特技にできるかも。え、本当だよ、本当にみゆみゆにね、みゆみゆってめっちゃぶりっ子な声で走ってダンってやって、みゆみゆってやった。そしたらでもね、私背ちっちゃいじゃないですか、だから本当は上から目線でやりたかったんだけど、こっちになっちゃって。意味わかる？みゆみゆって身長高いじゃん。で私がさ、こうやって壁ドンしてもさ、こっちになっちゃうのよ。本当は壁ドンする側ってこっちでいたいじゃん。こっちで女の子をこうみゆみゆがこれでね下にいてほしいんだけど、みゆみゆの身長って高いからこうなっちゃうのよ。だから全然かっこよくなかった。全然かっこよくなかった。全然かっこよくないんですよ。せっかく壁ドンしてもこうなのよ。こうやったらかっこいいよ。壁ドンしてこうやったらかっこいいけど、こっちなんだよね。だからね、全然かっこよくない。そう。そうなの、悲しいでしょ。せっかくかっこいい壁ドン決めたと思ったのに、こっちだったっていう。マイキーとだけ、いやほんとそう、もうマイキー、私マイキーでした、ほんとに。そう、みゆみゆほんと身長高いからね、やばい。ひな、待って、でも相当うざくない？これ今さ、初めてさ見た人、私のこと全然知らずにさ、今見た人とか、え、何このうざい子って思ったかもしれない。ごめんなさい、今のは違うんです。なんかメンバーマウントっていう私の新たな特技です。
メンバーマウント取りっていうのを特技にしようかな。メンバーマウント取りっていうのを特技にしようかな。痛い子かも。いや本当痛いよね。普通に痛いよね。今めちゃめちゃ痛い子だったよね。はあ、どうしようかなとか言って。はい、でもこれ以上はまあちょっと2人だけの秘密にしようかなみたいな。めちゃめちゃうざい。めちゃめちゃうざい子でした。今すいません。できるだけもうやらないようにします。もうやらないようにします。でもあのおしゃべり会とかでやってほしいっていうリクエストあったら全然やりますので。ショールームではやめとこう。結構たくさんの方が見てくださってるから。ショールームではやめとこう。嫌な方もいるからね。腹立つって、ほら腹立つ。そうだよね、ごめんなさいね。すごい今腹立つことしてた私。リアルマウント取られた。あ、本当？そんな方もぜひ募集中です。そんな方もいましたら全然やります。遠慮してきます。そうですよね、本当にイライラします。多分今の本当にイライラしますよね。ごめんなさいね。すごいイライラした方今いたかも。ごめんなさいね。すごい冗談なんです。ごめんなさい。メンバーの家って大体行ってるの？大体ではないかな。でも私が行ったことあるのは夢ゆな、大塚ゆう、はるか、てら、あお、待って、ちょっとライン見てみよう。ちょっとメンバー並ばせてみてから。研究生。違った、もう研究生じゃないんだった。研究、青、対馬、寺ひな、優、ななみ、はるか、ひのもある。あと夢かな、かな。先輩はね、のえさんしかないです。のえさんしかないですね。ないです。うん、そうそう。かな。そうだね、実家の方の実家で行ったことあるのはゆう、はるか、ななみ。ななみ行ったことあるのすごいっしょ。多分ね、誰も行ったことないの。ひな以外のメンバー誰も行ったことないの。これこそマウント。ダメだダメだ。いや、うざいって言われちゃう。ごめんなさい。女子になりました。女子に乗りました。だるまありがとうございます。そう、ななみね、私行ったことあるんですよ。他のメンバー多分行ったことない。ヤヒだっけって言ってた。そう、はるるん、はるかはね、弟が超かわいいの、も大好き。かわいい弟もこうやってふわーってやってワシャワシャワシャってやりたいぐらいかわいいんですよ。
はるかの弟、もうこうやって可愛いねってやって、ふわしゃしゃしゃって髪の毛やってあげたいぐらい可愛い。ほんと可愛いはるかの弟。あ、やってないですよ、やってないですよ、全然。でもそうやりたいぐらいの可愛さっていう。全然全然こんなことしてないですよ、してないんだけど、可愛すぎてめちゃめちゃよしよししてあげたくなった。エル君と同じやつ。いや、ほんと可愛いの、はるかの弟。全然顔似てないんだけどね、全然顔が似てない。そう、全然顔が似てない。そう、可愛かったです、すごく。メンバーの兄弟とかめっちゃ見てみて。いや、そうだよね、普通に考えて。だっていつも見てるこのメンバーたちの兄弟がどんな顔してるかってめっちゃ気になりますよね。気になるよね、わかる、気になるよ、気になる。でも大体研究生の兄弟はもうみんなほぼほぼ顔知ってるかな。研究生の元研、元研究生の兄弟の顔はほぼほぼ知ってるかな。まあ、生で見たこともあれば、その写真とかで、普通に兄弟の話になった時に普通に写真とかで見たりとか。だから多分元研の兄弟は大体もう見たかな、多分みんな顔知ってるかなって感じです。え、めっちゃなんかみんなひなのママ気になってんじゃん。めっちゃなんかみんな謎に私のママのこと気になってるんですけど、何ですか。何ですか。普通ですよ、普通。普通ですよ、普通ですよ。ヤヒのママが一番見て。あ、本当、本当ですか。ヤヒママヤンキー。そう、いや、全然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 です、全然。うんうん、ママ綺麗って他のメンバーから聞いたことある。でもママに会ったことあるのは多分ユウとサラかな。私のママに会ったことあるのはユウとサラぐらいかな。うん、でもすごい、ユウもサラも。まあそういう話になった時ってみんなやっぱり綺麗って言ってくれるじゃないですか、普通に。普通にさ、普通にそういう話になったら綺麗って言わないわけないじゃないですか。だから実際はどうなんですかね。実際はどうなんですかね。ヤヒのお家に来たメンバー、ヤヒのお家に来たメンバーはユウ、サラ、アオ、ユメ、ユナかな。多分。うん。こんばんは。すげえでしょ。すげえでしょ。本当に。すごいよね。すごい芸能人、モロハシ家、このヤヒコのさ、ど田舎のさ、ヤヒコのこんな片隅みたいなところにわざわざ芸能人が来てくれてさ、家に入ったんですよ。やばくない？やばいよね。芸能人がさ、こんな世界の片隅に来ることある？ありがとうございます。芸
能人がこんな片隅に、世界の片隅に来てくれるなんて信じられない。ありがとう、ありがとう。しかもね、夢ゆなはすごいね、ニコとエルモをめちゃめちゃねよしよししてくれたんです。もうニコもエルモもあと100年は生きれるよね、芸能人によしよししてもらって。もうありがとう、神様に、神様に撫でられたニコとエルモは、神様に撫でられたニコとエルモはあと100年生きれると思います。うん、あと100年は生きると思います。リコもエルモも、そう、すごくない？なんか私自身があのアイドルになるまで本当にあの握手会とか行かなかったタイプの、あのファンだったので、ずっとアイドルファンではあったんですけど、行きたいって思っててもなかなかあの忙しくて、まあ、もちろん小学生の時はもう会いに行くっていう、そういう事柄がまず頭の中になかったのね、まず。で、中学校になってから会いに行きたいってなったけど、めっちゃ忙しかったから部活とか、だから本当に一回も芸能人とかに会ったことないんですよ。ずっとアイドル好きだったけど、一回も握手会とか会場に行けたことがなかったので、そう、そうなの。だから本当に自分がアイドルになって初めてアイドルに会ったから、生で。だからもう今ももうずっともう芸能人、芸能人。そう、部活が忙しくてね、まあ、小学生の時は全然忙しくないけど、あの会いに行くっていう事柄がまず頭に浮かばなかった。まず小学生の時はまずね、子供だったし、好きではあったけど会いに行くっていうことがどういうことかも分からず、ただ遊んでた子供だったんですよ。で、中学校に入ってやっと48グループのお友達を見つけて、それでやっと、あ、これは会いに行きたいってなったが、部活が忙しくて一回も行けず、だから本当に初めて会ったのは自分がアイドルになってから、芸能人に会ったのは。そう。そうなの。お母さんの服お下がりで着たりしないの？お下がりっていうか、うちはみんな服共有なんですよ。だからお下がりっていうものがなくて、みんなで共有している感じなので、あんま普通にママといつもママが着たりひなが着たりみたいな、同じ服を結構共有してます、私たちは。かゆい、はい。そう。
そう、最初に話した1期生でもなんか最初こう劇場で初めて挨拶して、なんか2期生が一人一人、ゆかさんが、ゆかさんが2期生を一人一人携帯で写真撮りに来てくれたんですよ。でなんかね、でその後にこうなんか2期生がカメラマンさんに一人一人なんか写真撮るのがあったんです。でその後になぜかゆかさんが、これ私ずっと覚えてるんだけど、ハグしてくれたんですよ。なんか2期生がこうカメラマンに一人一人部屋に入って、こうなんかみたいな撮るシーンがあったんですよ。お披露目の日、お披露目の日になんか多分生写真にするための写真で、多分一人一人なんか写真を撮るみたいなやつがあって、あれが終わって戻ろうとしたらゆかさんがいて、で私芸能人芸能人っていう感じで礼して通り過ぎようとしたら、なんかピタってハグしてくださってみたいな、やばかった、もう芸能人にハグされたみたいな。これ私ね一生忘れない、もうあの時の芸能人にハグされたあの時の感動を今でも忘れない。そうそうなの、もうすっごい緊張してるじゃないですか、まだ同期とも全然仲良くなってなくて、私なんてしかも人見知りだから全然誰とも仲良くなれてないし、全然慣れないさ、写真なんかすっごい硬い顔で写真撮って、どこ行けばいい、どこ行けばいいみたいな、劇場を歩くのも初めてだったし、その日が緊張緊張っていう感じで、目の前に荻野ゆかさんがいるって思って、お疲れ様ですって通り過ぎようとしたら急にペトってハグしてくださって、すっごいすっごい覚えてる。すっごい覚えてる。でも私もうカチンコチンに固まりました、ハグされた瞬間みたいなみたいな、めっちゃ多分あの時私すっごい氷のように固まった記憶がある、氷のように固まってた私あの時、緊張してた上に芸能人の方にハグしていただいたからカチンコチンに固まったそう、すっごい嬉しかった、すっごい嬉しかった、そう懐かしい、ね、3年前、ね、え私今日知ったんですけど、めっちゃ話急に変わるんですけど、私今厄年なんですって。私私今厄年なんですって。知ってました？厄年なんですって。私厄年って厄年って結構怖いものだと思ってるんですけど、私って今厄年なんですって。どうすればいいんですか？怖い怖い。気にするタイプ？全然普通だったら気にしないんですけど、私もあの友達のねお父さんがちょっと厄年で、すごいあのちょっと怖い話を聞いてしまったことがあって、それからちょっと厄年の時、自分がいつか厄年になったら絶対知らないでおこうって思ってたんです。自分の厄年は絶対知らない方がいいと思って、
自分の厄年は絶対知らない方がいいなと思って、知らないで終わった方が、あ、ひなも厄年終わってたんだっていう気持ちになれるじゃないですか。だからずっと知らなかったはずなんですけど、今日知っちゃって自分が厄年だということを見つけちゃ、見ちゃったんです、見ちゃったんですよ。ずっと知らなかったの、ずっと知らなくて、いつかさ過ぎ去った時にさ、あー、ひな2年前厄年だったんだ、へーっていう風になれたらいいなって思って生きてきたんだけど、知っちゃったんですよ自分が今厄年だということを。そしたら怖くなっちゃって、怖くなっちゃった。知っちゃったらもうお祓い、え、そうなの、お祓いしないといけないの、怖いよ、助けて、ね、どうしよう、ひな、明日目覚ますかな。すごい、なんか厄年の怖い話結構なんかいろいろ聞いてきたから大丈夫か、なんか今日知っちゃったんです。知らなければ別にいいんですけど、知っちゃったんですよ、知っちゃったんですね。そうだよね、気にしない方がいい、気の持ちよう、確かに気の持ちようですよね。でもなんか全然普通だったら、多分全然普通だったら気にしないんだけど、なんか昔その厄年の怖い話を聞いて一生それが忘れられなくて、厄年の怖い話を聞いて一生それが忘れられないんですよ、一生それが忘れられなくて、自分は絶対この話も知っちゃったから、自分は絶対に厄年っていうのを知らないで生きていこうって、絶対に調べたりとか聞いたりとかせずに生きていこうって思ってたんだけど、今日知っちゃったんです、悲しいことに自分が厄年だということを目にしてしまったんです。風船ありがとうございます。お祓いしたけど厄年はいろいろあった。ほらほら、ね、どうしよう、どうやってお祓いするの、どこでお祓いできるの、どこでお祓いできるんですか。怖い、でもこんなこと言ってると怖いことが起きるんだよね。だからやっぱりもうなんでもないよって思っといた方がいいってことですよね。やっぱりなんもないよって気楽にしてた方がいいってことですよね、きっと。こうやって思ってるからそういう悪いことが起こるんだよね、きっとね、きっとね。え、どうやってお祓いするの、誰かに言うんですか、自分でなんかお願いするだけ、厄年何も悪いことありませんようにって、それともなんかお願いできるの。うんうん、それを今日知っちゃってね。まあでも半年も乗り越えてきたなとも思ったけど、でもあと半年あるなって思ったらちょっと怖かった。なんで知っちゃったんだろう、今日厄年ってことを、自分が今厄年っていうことを。あ、予約しなきゃいけないんだ。でもわかる、すっごいそのコメントわかる。明日には忘れてお腹すいたって言ってる未来が見える。うん、わかる、ひなもそう思う、だからきっと大丈夫。こんなやって今ね心配してるけど、絶対明日の朝にはね、あ、眠いって言ってるから、私大丈夫な気がする、何でもすぐ忘れるから。でも意外と気にするものは忘れられないんだよね、ひな意外と忘れられないかもしれない、もしかしたら。でも意外と忘れられないかもしれないけど、本当に気にしてないなら多分明日ラーメンの話してると思うから、きっと大丈夫です。
っと大丈夫。いや大丈夫だよね、さすがに。私なら忘れられるよ、私なら忘れられるよ、私なら忘れられるよ。いやでもちょっと待って、ラーメンの話したら思い出しそう。なんか待って、なんでラーメンを絡めてしまったのかな。今ラーメンを絡めてしまったおかげで明日ラーメンの話したら厄年のこと思い出しそう。ダメだ、今でも忘れられないかもしれない。結構ショックだった、自分が本当に厄年になる時が来ると思わなかった。そうだよね、考えないで。まあそうなんだよ、だってそんなね、考えてるからね悪いこと起こるんだよきっと。考えて落ち込んでるから下がって下がって悪いことが起きるだけで、もうパッパッパッってしてたら多分楽しいことが寄ってくるよねきっとね。そうだよきっと。うんうん、なんか違う話しよう。もう忘れよう、みんなで今の話全部忘れよ。今の話全部忘れよ。そうだ、楽しいこと考えておけば楽しいことが寄ってくるはずだよね。悪い話してるから悪いことが寄ってくるんだ。楽しい話してたら楽しいことが寄ってくる、そういうことだ。うんうん、じゃあ私の今日の一日を話すね、私の今日の一日を話すね。私が今日何をしたか、今日ね、今日弥彦の弥彦村を、弥彦村の弥彦村の弥彦村ガイドと、あの弥彦の県央ガイドを撮ってきたんですよ。で撮影してきたんです、撮影してきました。くしゃみでそう。そう、撮影してきたんでしょ。まず弥彦の弥彦村ガイドはどこに行ってきたかと言いますと、今日はボスカヨーロさんに行ってきました。弥彦のレストランって言えばいいのかな、ご飯屋さん。そう、うんうん、ボスカヨーロさんに行ってきました。急遽本当はママと2人で行ったんですけど、急遽いとこのお母さんとおばあちゃんも来て4人で食べてきた。急遽ね、なんか2人もご飯食べ行こうってなって一緒に行ってきたんです、4人で。あー、おいしい、おいしいじゃない。くしゃみ出そう、くしゃみ出そう、めっちゃくしゃみ出そう。めっちゃ、あのね、めっちゃ美味しかった。なんか4人いたから4人分をあのセットで、ご飯がセットなんですよ。で一人一人セットを頼んだんですけど、その4人いたから4人全員メニュー頼んだらすごいいろいろ写真撮れたので、あの全部載せますね。あのやっぱさ、紹介するならさ、いろんな料理がさ写真撮って見せれた方がいいじゃないですか。だから今日は4人もいたから、4人全員違うご飯頼んだからたくさん写真撮れて、そのやっぱ名前だけさ、名前だけで言っても、名前だけでこんなメニューもありましたって言っても伝わらないけど、このなんていうの、その今日は4人もいたため、4人もいたためたくさんの料理写真撮れたので、すごいとっても良かったです。そうそうそう、私はね、
アーリオオーリオを食べました。ペペロンチーノっていうかな、あのシラスとシラスとズッキーニのペペロンアーリオオーリオ、あのセットが何と何のセットかというと、パスタとピザ、パスタオアピザ、パスタかピザ好きなもの一つと、あとあのなんだっけ飲み物一つと、あとデザート一つと、あとサラダがついてるセットなんですけど、これを私はあのママにピザを頼んで、ママにママっていうか他の2人にピザを2枚頼んで、自分ともう1人にパスタを、だから2つ2つずつ頼んで、自分はめっちゃ一番食べたかったのがアーリオオーリオ、ひなペペロンチーノ大好きじゃないですか、だから絶対これと思ってアーリオオーリオ、めっちゃ美味しかったの、めっちゃ美味しかったものね。あとマルゲリータと、あと4種のチーズピザと、あとトマトのスパゲティと、私のアーリオオーリオ4つあったんだけど、全部みんなで共有して全部食べたんだけど、全部美味しかったんだけど、個人的には一番アーリオオーリオがめっちゃ美味しかった。なんかただのペペロンチーノじゃない、結構なんだろう、結構美味しかった。これお家で作りたいって思った、めちゃめちゃ美味しいアーリオオーリオでした。そう、家族4人で行ったから、もういろんなもの食べれてめっちゃ幸せだった。マルゲリータとか4種のチーズピザとか、あのトマトのパスタ、パスタとか、そう、あとはデザートはアイスとか、あと私はチーズケーキにしました。そう、ぜひ皆さん行ってみてください。すごいね、めちゃめちゃなんだろう、おしゃれです。お店の中おしゃれっていうか、すごい家って感じ。語彙力家って感じです。そう、めっちゃ美味しかった、めちゃめちゃ美味しかったです。ぜひ行ってほしい。スカイオーロっていうお店です。そう、モデルハウスなんですよ、モデルハウス。そう、お風呂とかね、あって、お風呂とかキッチンとか置いてあるんですよ、お店の中に。すごいよね、めちゃめちゃおしゃれなお家。そう、すごい美味しかったです。そう、それでその後はおばあちゃんといとこのお母さんとお別れして、あの久我美の国上寺、知ってますか？国上寺に行ってきました。みんな行ったことある？ここ、あのね、私すっごいちっちゃい頃からめちゃめちゃよく行ってた場所なんですよ。お寺なんですけど、めっちゃすごいの。なんか今日めちゃめちゃ久しぶりに行ったんだけど、やばかった。なんか久しぶりで感動した。久我美山国上寺っていうとこなんだけど、あのまあ私はちっちゃい頃から弥彦に住んでたので、その、まあ、近いんですね。近くて、なんか昔からすごい、なんだろう、ママが結構その自然と触れ合わせる系の場所にたくさん連れて行ってくれてたので、国上寺はすごいちっちゃい頃によくお姉ちゃんとママと3人でよく行ったお寺さんなんですけど、なんかずっと何年も行ってなくて、ちっちゃい頃はよく行ったのすごい覚えてるんだけど、大きくなってから全然行ってなくて、久しぶりに行ったらなんかすごい、あーめっちゃ素敵なところって、大人になって改めて行ったらめちゃめちゃ素敵なところだった。なんかね、すごいんだよ、いろいろあるの。なんかねちょっと言い方悪いけど、なんかお寺にこんな言い方するのはちょっとおかしいのかもしれないけど、なんかゲームみたいな、なんかね違うんだよ、なんかお寺に対してこういう言葉を使うのはなんかあれかなって思うんですけど、ゲームをしてるような感覚になるんですよ、お寺で。なんて言えばいいんだ、ゲームじゃないな、なんかなんて言えばいいんだ、例えば
その3回回ってお願い事すると何々っていうのがあったりとか、ここをくぐるとここをくぐると何々とかあったりとか、手を合わせて目をつぶって息を3回吸って目を開けるとか、すごいなんかいろいろなんていうのゲームみたいな、ゲームじゃないんだけど、すごいちゃんと普通のことなんだけど、普通のことなんだけど、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、その命令があるみたいなお願い事するやり方にもたくさんいろんなやり方があるんですよ。この神様はそのなんだろうな、その気持ちを落ち着かせる神様なので、こう書いてあるのね、なんか看板に書いてあって、気持ちを落ち着かせる神様なので、手を合わせて目をつぶって息を3回深呼吸を3回してから目を開くと気持ちが落ち着きますみたいな看板がね書いてある、そういうのもあったりとか、あとこれは学業成就の神様なので、この縁をくぐってその先に行ってお祈りをしてくださいっていう看板があるところの神様があったりとか、この周りを3周回ってから お祈りしてくださいとか、すごいなんかいろいろなんていうのゲームっていう言葉を使うのはなんかあれかもしれないんだけど、なんかそうクエスト的なそのミッションがあるみたいな、ミッションっていう言葉もなんかおかしいですよね。おかしいんだけど、でもなんか子供とか結構すごい好きそう、すごいなんかいろんなお祈りする場所がたくさんあって、お祈りするところがたくさんあって、すごいなんかお寺なのに楽しいっていう言葉を使ったらなんかちょっとなんかダメなのかもしれないけど、でもすごい素敵なところなんですよ。めちゃめちゃ楽しいっていう使い方をしてもいいのかな、いいのかわかんないんだけど、でも普通になんだろう、すごいミッションがたくさんあって、すごくなんかそのお寺に行っただけですごい一皮むけた気分みたいな自分が一皮むけたんじゃないかなみたいな気分になるんですよ。そう、全てにおいて自分が新しくなったんじゃないかなみたいな気分になれますそう、すごいいろいろねあるんですよ。すごくすごいね、行ってほしい。ちっちゃい頃すごいよく行ってたんだけど、なんか今大人になって改めて行ったら、あ、めっちゃ久しぶりだって思って、めちゃめちゃなんかすごく良かった、すごく良かったです。うん、めっちゃ良かった。これはめちゃめちゃおすすめしないとって思って。そうね、あとその国上寺っていうのがあって、そのそれとはまた違うとこ、まあ同じ場所にあるんだけど、国上寺の中にあるわけではないんだけど、そこにね吊り橋があるんですよ。吊り橋、久我美山の吊り橋があって、めっちゃ高いところに長い吊り橋があるんですよ。あそこも久しぶりに行ってきた。ここも久しぶりに行ってきました。そう、久しぶりに登ってきた。怖かった、ミシミシ言ってたミシミシ言ってました。怖いよね、怖いよね。そう、めちゃめちゃ怖かった。でもめちゃめちゃ楽しかったです。でね、写真もね、そのお寺で写真は撮ってないんだけど、あのその吊り橋の方で写真撮ってきたので、それもまた後ほどあげられたらな。でも本当に国上寺はめちゃめちゃおすすめしたい。国上寺は本当におすすめ。でもなんかあんまり知られてないみたいで、こんな素敵な場所なのに、こんなに素敵な場、ああとボケ予防とがん予防のね神様もいるんですよ。そう、もうめっちゃお願いしてきた、なりませんようにって。だからもう皆さんもそのもう元気に、今度おじいちゃんも連れてきたいなって思いましたおじいちゃんとおばあちゃんも連れてきたいなって思いました。すごいよね、まずね入ったところにボケ予防がん予防みたいなところの
お願い神様がいるんですよ。めっちゃお願いしてきた。家族の分もお願いしてきた。おじいちゃんとおばあちゃんがボケませんようにって。そうだからすごい、なんだろう、もう全てにおいてなんか新たな自分になれるような、そう、場所だったと思います。なんか元気にもなれるし、学業とか恋愛とかもあるし、恋愛縁結びのやつもありますし、すごいいろいろあったので、皆さんぜひ、そう、めちゃめちゃおすすめしたい。私は本当にここちっちゃい頃すっごく行ったけど、なんか大人になっていくと改めて、ちっちゃい頃って結構さ、なんだろう、子供の気持ちでさ、わーみたいな感じで毎日生きてるじゃないですか。私はそんな子供だったんですよ。だからあの時は気づかなかったけど、なんか大人になって行ったら、こんな素敵なところに、なんだろう、小さい頃よく行けてたって幸せだなってめっちゃ思った。こんなに自然豊かで素敵なところに、素敵なところが地元すぐ行けるような近くにあるってめっちゃ幸せだなって、なんか大人になってすごい、今日なんかすごい幸せなことだと思いました。幸せなことだと思いました。仕事終わってなんとか声聞きに来れた。お疲れ様です。遅くまでお疲れ様です。お疲れ様です。駐車場とか広い、あ、そうだね、でも結構ありますね。駐車場全然狭くはないです。結構あります。そう、ぜひ国上寺行った後に吊り橋も登って、吊り橋に行った後に、なんか吊り橋をこう全部進んだ後に、なんかちっちゃい小屋みたいなのがあるんですよ。あそこにね、なんかコメントを書くノートが置いてあるのね。なんかこう、もうみんなコメントを書くノートみたいな、なんて言うんだろうな、よくさ、おしゃれなさレストランとかってさ、なんかコメントを書くノートみたいな、自由に書いていいですよみたいなノートあるじゃないですか。それが吊り橋を歩いた後にの奥にある小屋みたいなところに、その何でも書いていいノートみたいなのが置いてあるんですよ。書いてきた。今日書いてきたんだけど、めちゃめちゃ島化が多くて、めちゃめちゃもう山の中だから、めちゃめちゃ山の中だから島化が多くて、もう私がその小屋のところでその書き物をしてる時に、ブワーって島化が寄ってきたんですよ。でもね、私一個も刺されなかったの。でもママが体中蚊に刺されてて、島蚊だからもうすっごいパンパンに腫れてて、私一個も刺されなかったの今日。なんだろう、私今日一個も刺されなかったの。すごい、もう餌だ餌だって言っても何十匹もの蚊がね寄ってきたんですよ、その山の中だから。でママが頑張って払ってたので、そしたらママめっちゃ体中、顔も腕も肩も足も体中蚊に刺されてんのに、ヒナ一つも刺されなくて、どうしてなんか蚊に刺されるの好きじゃないけど、ちょっと悲しかった。ちょっと悲しかったです。ママが何十個も刺されてんのに、自分が一つも刺されないことある？あります？全然蚊に刺されなかった今日。そうだから、ぜひ皆さん、その吊り橋渡った後にあるその小屋みたいなところで、何でも書きノートみたいな、今日読んでみたんだけど、なんかみんなが幸せになりますようにとか、みんながずっと元気でありますようにみたいな、結構みんなお願い事みたいなものをそのノートに書いてて、すごいほっこりしました。ほっこりしました。そう、ほっこりでした。
本当にでも黒城寺はずっとママともここ絶対ウィコの県をガイドで載せたいねって言ってた場所なので、やっと今日撮影しに行けてよかった、よかったです。これからヤヒーのお願いであふれそう。ヤヒーのお願いノートと貸すのかじゃあぜひ皆さん行ったらあの NGT のモラージュひなたおすすめですって書いてくださいそしたらさ、たまたま見た人がえ NGT のモラージュひなた調べてくれるかもしれないそんなことないか。じゃあ皆さんぜひ好きなこと書いてみてください。 NGT48 の彦村出身のモラージュひなたおすすめですっておすすめですって。ここすごくちっちゃい頃から行ってる場所だったんですってって行ってる場所だったんですってってぜひ書いてください。でも本当にちっちゃい頃すっごいよく行ってた場所なので、本当になんかやっぱ中学生になってから私本当はあの遊びに行けなくなったんですよ。そう、小学生の頃はすっごいよくね遊びに行ってたの、部活とか入ってなかったから。でも中学に入って部活に入ってからもう何も行けなくなって、だから本当に何年ぶりに今日行ったんですよ黒城寺に。小学生の時はもう毎年行ってたレベルでよく行ってたの。そうだから本当に中学生になって急に忙しくなってからもうパツンって切れたから、全ての遊びが。今までもいろんなとこにママにたくさん連れて行ってもらってたのに、中学生になってから何もしなくなったから、部活がいっぱいで。だからなんか最近少しずつなんか昔の自分がよく行ってた場所にこう剣王ガイドとか弥彦のガイドとか始めてから行くようになって、何年かぶりとかにすごいなんか昔を思い出す。昔お世話になったところを何年かぶりに行くとめちゃめちゃいろいろ思い出しました。そう、すごいね。そう、中学生になってから急にもうねほんと部活が忙しくて休みもなかったから、なんか家族でその休みの日に黒城寺行くとか今までめっちゃ当たり前だったのに、そうだから本当に何年ぶりに行きました。もう6年ぶりとかなんじゃない、6、7年ぶりに行った黒城寺、やばいよね、やばいよね。昔はよく行ってたのにさ、中学生になった瞬間本当に人生が部活になったから、すごいなんか本当エモかった。わめっちゃここお姉ちゃんもいたのかみたいな、お姉ちゃんも一緒に来てたのか。風船ありがとうございます。そうだからぜひ皆さん黒城寺もあの弥彦村ではないんですけど県央燕市なんですけど、すごくすごくおすすめな場所なので、ぜひ後ほどツイッターとかにもガイドとしてあげるので待っててください。おやすみなさいおやすみなさい、また明日、ありがとうございます。夜遅くまでおやすみ、ありがとうございます。ね、ごめんなさいね今日すごい夜遅くのショールーム時間になっちゃって、すごい今日夜遅くまで12時までやりますね。そう、それで今日の予定はその黒城寺に行った後に、あの帰り道というか黒城寺から弥彦村に帰る道にね、桜の湯があって、あ行くってなって行きましたそうだから全然桜の湯に行く予定ではなかったんだけど、今日は全然あのそう行く予定じゃなかったんですけど、その後は温泉に浸かってきましたという私の一日。それで今ショールームをしてるっていう
一日です。そう、本当に急遽行ってきた。急遽って言っても5時5時ぐらいから今日行ってきたんですよ。5時ぐらいに鏡山から帰ってきて、そういえば桜の湯って5時から夜間のちょっと安くなるあれだよねみたいな感じになって、そう。でもすごい温泉浸かりたくて、これはもうなんかいつもだったら多分めんどくさい帰るって言ってたと思うんですけど、今日はちょっとすごく温泉に入りたい気分だったので、珍しく私が行くっていう、いつもだったらね、いや今日はいいかなみたいな感じだったと思うんですけど、今日はすごい温泉に入りたくて入ってきました。めっちゃ長時間入ってきた。サウナもめっちゃ入ってきた。そう、よかった温泉行けて。めちゃめちゃなんか温泉に行くとめっちゃ自分のこと見つめ直すよね。私だけなんかな、これ温泉に行くとめっちゃ考え事しない？温泉ってなんであんな考え事させられる場所なんだろう。温泉でめっちゃ考え事しちゃった。あ、そうですそうです、漢字は国っていう字に上っていう字に寺、合ってます。そう、国上寺、鏡山。そう、温泉行ってきた。そう、よかったです、温泉行って。温泉よかった。明日彦村行こうかと思ったら天気微妙。あ、ね、温泉入ってる時にね、私ね、あの今日もあの大の字で寝てたんですけど、あの屋根がない、もうバーって上空なところがあるんですよ。露天風呂にそのもうなんか寝れるところがあるんですよ。もう上が空で地面に薄く温泉の湯がこう、これが地面だとしたら、温泉がピョロピョロピョロって流れてきて、薄く温泉が敷かれてるような地面があるんですけど、そこでこうやって寝てたんですよ。そしたら雨降ってきちゃって、で結構みんな寝てる人いたんだけど、あ、みんなではないわ私とママともう一人二人ぐらいいたんだけど、みんな雨が降ってきたから、もうみんなね温泉に戻ったんです。でも私は雨に濡れてもそこで寝てたくて、もう雨に打たれながらそこで寝てたすごい雨に打たれながら寝てました、そこで。うん、めちゃめちゃ気持ちよかった。でも雨が冷たかった。最高だよ、空が見えるところで大の字で寝れるとか。雨が降ってでも退散したくなくて、そう、雨が降ってでも退散したくなくて、雨に打たれながら寝てました。めっちゃ気持ちよかった。本当温泉行けてよかった。温泉行くとさ、なんだろうね、温泉っていいよね、本当に。マジですっごい疲れた時とか病んだ時は絶対に温泉に行くべき絶対温泉行くべき。みんななんか温泉全然行かない方とか、マジで超疲れた、もう泣きたいって思った時温泉行ってみ、もうね洗い流されるよ。
もうすごい幸せ、幸せっていうか、まあ、もちろんなんだろう、悩みが消えるわけではないかもしれないけど、なんか新たな方法が思い浮かぶかもしれないね。その悩みが、悩みが温泉入るだけでなくなるんだったらもうみんな温泉行くわってなるけど、もちろん温泉に入ったからって悩みがなくなるわけじゃないけど、すごい温泉に入るとなんか新たな考えが思いつかぶかもしれないじゃん。あ、こうしようって、すごい私温泉に入ってみてそう思った。今日 NGT に入って温泉に入るの2回目なんですけど2回目なんですけど、そう、1回目も2回目もやっぱ温泉って気持ちいいね。本当にそう、リフレッシュ、温泉って本当に気持ちいいね。そう、心も体も、そう、体自体もさ本当にリフレッシュするじゃん。実際に、実際に肌とかもさ、実際にさ、実際に肌とか見た目も新しくなるけど、中身もさ良くなりますよね本当に。こんばんは。なんか本当に温泉って素晴らしい。誰が作ったんだろう。そう、頭にセットできる。そうそうそう、なんかもう頭がさパンパンになることとかってあるじゃん。でもなんでこんな重く考えてたんだろうみたいな時ない？なんでこんな重く考えてたんだろうって思える時あるよね。そういうの大事だよね。なんかその時はめちゃめちゃ大きく重く考えちゃうけど、ってさ、なんかいい方法思いつかぶよね。すごい、なんだろうね、温泉ってめっちゃすごい。本当に温泉ってめちゃめちゃすごい。作った人天才作った人天才。だから今日はひなめっちゃぐっすり寝れる気がするめちゃめちゃぐっすり寝れる気がします。めちゃめちゃぐっすり寝れる気がする。家のお風呂とは違って広いから、そうね、それもあるしね。本当に広いから、しかも広いし、いろいろあるもん、いろんな種類があるじゃないですか。すごいよね。このあとメイク、このあとメイク落として顔洗います。そう、体もね、頭も全部洗ってきたんだけど、温泉でめんどくさいからでも顔だけはショールームすると思って、あのちょっと濡らしてきただけなんですよ。ちょっとペッペって水で洗ってきただけなので。そう、化粧は落とさないようにしてきた、ショールームあったから。あ、別にすっぴんでやってもいいんだけどさ、今日はちょっと長めの配信だから2時間ぐらいやるから、2時間すっぴんでいるのもちょっとなと思って、だからこの後落として顔洗います。この後落として顔洗いたいと思います。温泉入るとなぜかぐっすりね。温泉入った日ってぐっすりだよね本当に。だからひなきをめちゃめちゃぐっすり寝れるのがね、聞いて聞いて、今昨日の夢を思い出したの。昼間にひな昨日の夢を思い出したんです。昨日ひなね、めっちゃ楽しいけどめっちゃ怖い夢見たの。聞いて聞いて、時間があと10分しかない全然面白くないんですけど、昨日
夢の国に行った夢見たの、超楽しかった。でもね聞いて、すごいそれにその夢の国に行くまでにいろいろ災難がありまして、なんか夢の中でなんかね、多分お友達と夢の国に行ったのかな、夢の中で。ちょっとあんまり誰か覚えてない、誰と行ったかがあんまり覚えてないんだけど、多分お友達で、でお友達は先に夢の国についてるよって言ったんですよ。で私は一人で夢の国に向かってたの、歩いてね歩いて、夢の国にもお友達ついてるから待ってるよみたいな。で私はそれ携帯を見て、私も行かなきゃって、多分携帯で地図を見ながら歩いてたんですよ、夢の国に向かって。そしたらなんか間違えて、なんか薄暗い森みたいなお寺みたいなところに迷い込んじゃって、なんか怖いみたいな、なんか怖いお化けでそうって思ってたんです。そしたらあの人とすれ違ったんですよ。だからすいません、夢の国ってどこにありますかって聞いたんですね聞いたんですよ。すいませんちょっと迷っちゃって、夢の国ってこっち側ですかって聞いたら、あ全然そっち側じゃないです、逆です、今来た方側ですよって言われて、あそうなんですかすいませんって言って、もうくるっと回って帰ったんですよ。全然違う方向に行ってたみたいで、あなたが今来た道側ですよって言われて、あすいませんって、すごい結構薄暗い森の中みたいなところなんですけど、あなたが今来た方向ですって言われて、あありがとうございますって言ってくるってひっくり返って、でまた来た道を戻ったんですよ。そしたらマジで覚えてるんだけど、すっごい大量のクモの巣がその行く道にあったんです。私がもうなぜか来た道、来る時はなかったのに、なぜか来る時はなかったのに、こっち側向いて帰ろうとしたら、そこにブワーってもう行こうとする道がクモの巣で塞がれてたんですよ。もう真っ白いクモの巣で、もうで私クモ夢の中、ひな実際にもクモが大っ嫌いなんですけど、夢の中でも本当に怖くて、それでどうしよう、もう友達待ってるのに行けないみたいな。そしてチラッてこっちを見たら、こんなにでっかいクモがいたんです怖かった。こんなにでっかい黒いクモ、真っ黒な、足が長くて太くてこんぐらいのクモがその糸のとこにいたんですよ。でもキャーって悲鳴上げて、どうしようどうやって夢の国まで行こうみたいな、どうやって夢の国まで行こうって、でジャンプしようとか思って、なぜか自分の身長ぐらい、自分が立ってる上で身長ぐらいまで蜘蛛の巣が張られてんのに頭悪いですよね、なぜかジャンプしていこうっていうことになったんですよバカでしょ。ただまださ足元だけにあの蜘蛛の巣があったからジャンプしていこうってなるならわかるんだけど、ここ自分の身長ぐらいまであの蜘蛛の巣が張られてんのに、よしジャンプしようっていう、なぜかジャンプしようって思って、せーのってジャンプしたら思いっきりクモの巣の中にポンって入っちゃったんですよ。もうクモの巣のど真ん中に私が着地したんですね超怖かった。で私はもうクモの巣だらけになって、クモはどうしてるんだろうと思って見たら、ここにいたんですよここにいたんですよ、ここにでっかいクモが私のここに乗ってて、キャーって叫んでもう全速力で全速力で逃げて、もう見ないようにして逃げて、夢の国に着いたら
いなくなってたんですけど、それだけなんですけど、もうこれ以来雲はもう出てこないんですけど、であとはもう本当に夢の国に着いてからはめちゃめちゃ友達と楽しんだっていう、それだけの何のオチもない話なんだけど、めちゃめちゃ怖かったの。そう、ちゃんと無事着いたの、ちゃんと無事夢の国まで着いて、もう 見ずに全速力で走ったら多分いつの間にか取れてて、その後はもう何も雲も出てこなくて、友達と夢の国をめちゃめちゃ楽しんだっていう夢でした。マジで怖かった、マジで怖かった、もうね超絶怖かったです。でもね、雲の夢って調べて夢占いしたらあんまり良くなさそうだった、あんまり良くなさそうでした。何らかの危険が待ち受ける可能性だって。うーん、ひどいよ。やっぱ私厄年なのかもしれない、やっぱ私厄年なのかもしれない。あ、でも嬉しい、黒い雲にいい、うん、いい印象じゃなかった、なんでもない。なんでもなかった。健康や人間関係に問題が生じることを表しています。これからの運気が下がる可能性が高いので注意してください。なんで、ひどい、ひどい、でっかかったもん。でっかかったってことはでっかい幸いかもしれないよ、でっかい幸いかもしれない。あ、雲の写真出てきた。うーん、悲しい、あんまり良くなさそう。え、めっちゃ雲の写真出てくるんだけど、やめてほしい。え、やだ。自分の体よりも大きな雲が出てきたら、うん、でも結構でかかった、本当にもうこんぐらいでした。現在強いストレスを受けていて緊張状態にあることを示しています。極度のストレスで体から SOS が出ている危険も。人間関係、仕事の渋滞、息苦しい環境などが原因として考えられます。今の環境を見直してストレスを減らす工夫をしてみてください。あ、でも目の前の大きい雲に対してひるまずに何とかとした姿勢で立ち向かえば必ず希望の光は見えてきます、だって。自分の気持ち次第で困難も乗り越えられるというメッセージだって。だってひなさ、せーのってジャンプしてさ、その雲に立ち向かったんだよ。え、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。待って待って、時間じゃん。時間じゃん、時間じゃん、すいませんすいません。え、良さそうじゃない。いきます、ランキング読みます。いきます。13位、ティンバレラさん、ありがとうございます。12位、ヌーさん、ありがとうございます。11位、ウッチーさん、ありがとうございます。10位、タケノンさん、ありがとうございます。9位、ユートさん、ありがとうございます。8位、ヤッキーさん、ありがとうございます。7位、ブンセイさん、ありがとうございます。6位、ユズキチさん、ありがとうございます。5位、マシオさん、ありがとうございます。4位、グッチさん、ありがとうございます。3位、ワークンさん、ありがとうございます。2位、ケイマンさん、ありがとうございます。第1位、ミックンさん、ありがとうございます。すいません。すいません、終わり頃バタバタで。え、でも夢占いさ、悪いけど自分の気持ち次第で良いっていう夢占いですって。頑張ります。そうですね。それで、あ、明日の配信は朝はなくて昼12時から13時半に配信したいと思います。よろしくお願いします。ではありがとうございました。夜遅くまでごめんね、終わり頃バタバタで。12時からです、お昼。ありがとうございました。おやすみなさい、ごめんね、ありがとう。一日お疲れ様でした。またね、おやすみなさい、バイバイ。